株式会社ヒラックの広瀬俊明です。この度は宮崎市政100周年誠におめでとうございます。私にとって宮崎、本当日本代表の現役時代、毎年合宿待ってめちゃくちゃ大変やったんですけども、あそこでのハードワークのおかげで2015年ラグビーワールドカップ勝つことができました。あの時宮崎の人がみんな優しかったし、ご飯も美味しいし、自然環境も最高なんで頑張りました。で今引退したんですけど、こうやって田植えとか農業の分野でも一緒に携わらせてもらってるんで、いつもここに来て最高、癒される、楽しいって、なってますんで、引き続きお付き合いいただけると嬉しいなと思います。本当にこの度は宮崎市政100周年おめでとうございました。